真っ赤なボディで手紙や荷物を運ぶ郵便車さんだよ。さらに郵便オートバイさんや自転車さん、大きな荷物も運べる郵便トラックさんも紹介するよ。いろいろあるんだね。今回の乗り物タウンは手紙や荷物を届ける車を大特集。どのように手紙や荷物を集めて配達するのか、その裏側を大公開。すごい速さで手紙が吸い込まれているけど、この機械は何だっけ？ラッピーもお手紙をポストに入れてどうやって運ぶのか見せてもらったら？見たい見たい、書いてみるッピー。ラッピー、もうできたの？うん、お友達に僕の似顔絵入りのハガキを書いたんだ。うわー、上手に書けたね。でしょ？このハガキをポストに入れてた。早く郵便車さんが来ないかな。ラッピー、お待たせ。うふふ、郵便車さんだ。こんにちは。こんにちは、ラッピー。僕が郵便車だよ。よろしくね。郵便車さんは手紙やハガキを集めたり配達するのが仕事なんだ。僕がさっきポストに入れたハガキも運んでくれるんだよね？もちろんさ。ちゃんとお友達のところへ届けるからね。取り集め時刻だよ。郵便車さんたちがこのポストに手紙やハガキを取りに来る時間が書いてあるんだ。一日に何度も取りに来てくれるんだね。そうなんだ。僕は一日に数回町にあるポストを回って手紙やハガキを集めるんだ。大変なお仕事だ。大事な手紙やハガキは早く届けてあげたいからね。あれ、あ、そういえば僕のハガキはどうなったの？大丈夫、大切に運んでいるよ。集めた郵便物はまず大きな郵便局に運ぶんだ。運ばれた郵便物はみんなで手分けして整理するよ。あのハンコは何？消し印って言うんだ。郵便物がいつ出されたのか分かるように日付のスタンプを押すんだよ。うわ、これは何をしているんだピー？届ける場所ごとに郵便物を分ける機械なんだ。封筒やハガキには四角い枠が7つ並んでいるよね。そこに届ける場所の郵便番号を書くと機械が数字を読み取って仕分けてくれるんだよ。すごいんだね。あ、それにとっても早いからたくさんお手紙が来てもすぐに分けられるね。こうして分けられた手紙を書かれた住所に配達するんだ。僕も小包などは配達するけど、
主に活躍するのはオートバイや自転車なんだよ。狭いところにも入っていけるからたくさんの家に早く郵便物を届けることができるんだって。でもオートバイさんや自転車さんでは行けないような遠くの町に届けるときにはどうするの？俺が運ぶんだぜ。うわー、びっくりしたピー。驚かせてごめんよ。俺は郵便トラック、よろしくな。遠くの町には何度も行けないから、一度にたくさんの手紙を運べるように大きな郵便トラックさんで運ぶんだ。それに手紙やハガキはもちろん大きな荷物も運べるんだよ。へえ、お手紙やハガキだけじゃないんだね。食べ物や飲み物を冷やしながら運べる仲間もいるんだぜ。冷やしながら？どうやって運ぶの？やあラッピー、荷物を冷やしながら運んでほしいときは僕にお任せ。保冷車さんは荷台全体を冷やす冷房機がついているんだ。この冷房機を使えば荷台の温度を0度から5度に保つことができるから、果物や野菜など冷やしておかないと傷んでしまう荷物を遠くの町まで運べるんだよ。荷物を積み終わったら冷たい空気が逃げないようにカーテンを閉めておくんだ。なかったっぴ。俺たちは他にも飛行機や船と協力して世界中に荷物を届けているんだぜ。僕たちの他にも荷物を運ぶ車がみんなの周りで働いているんだよ。そうなの？見てみたいっぴ。やあラッピー、僕は宅配車って言うんだ。よろしくね。よろしくだ。宅配車さんもみんなの家に荷物を運ぶお仕事をしているんだよ。朝から晩まで約束の時間に荷物が届けられるように毎日頑張っているんだ。ラッピー、宅配車さんには荷台の高さを変えられる仲間もいるんだ。へえ、どうやって高さを変えるんだっピー？ラッピー、俺の名前は昇降車。俺の荷台をよく見ていてくれよ。うん。うわあ、荷台がどんどん低くなっていくよ。半分くらいの高さになっちゃったっぴ。俺は荷物の量に合わせて荷台の高さをおよそ2メートルから3メートルまで調節することができるんだ。そうすることで天井が低い駐車場などにも入っていくことができるからとっても便利なんだ。へえ、そんな変身ができる宅配車さんがあるなんて知らなかったっピ。ラッピー、僕たちのこと分かってくれたかい？うん、街で見かけたら応援するっピ。乗り物タウン登録してね。ゴーゴー。